皆さん、こんにちは。株式会社ゼンリー GI ソリューション営業部の遠山です。本日は、低コストで現実世界を再現、各種ドライブシミュレーターと連携可能なゼンリー 3D 地図データと題しまして、本日セミナー紹介させていただきます。本日の目次となっております。まず簡単に弊社の事業紹介をご紹介させていただいた上で、各種シミュレーターに使える 3D のデータはじめ、地図データについてご紹介させていただきます。まずは、弊社の紹介になるんですけれども、株式会社ゼンリーなんですけれども、1948年に設立しまして、皆さんご存知かもしれないですけれども、住宅地図であったりだとか、ポータル向けの地図、カーナビの地図といった、まあ、様々な地図に、提供しております。弊社の変遷、簡単なんですけれども、まあ、まずは観光地図から始まりまして、紙の住宅地図、そしてそれを電子地図化、そしてナビ地図、そして2000年代にはですね、これらを、今回ご紹介させていただきます 3D の地図。そして今、昨今流行りでもありますけれども、皆さんお見にしている自動運転の高精度地図といったデータも、提供しております。で、さらにはですね、今空の地図というところで、まあ、ドローン系の地図といったところも、いろいろ検証を始めている段階です。では早速なんですけれども、皆さんシミュレーションの路面環境というのをどのように制作しているでしょうか。まあ、一般的な例なんですけれども、まあ、やはり点群で取ってきたりだとか、まあ、実際に走って道路の部分を作ってくるとか、まあ、そういったところでいろいろ皆さん試行錯誤されていると思います。これらの共通の課題としてはですね、皆さん本来やりたいのって自動運転のためのシミュレーションがメインにもかかわらず、その環境のところでやはり時間を作るっていうのは、まあ、本末転倒なところっていうところで、やっぱりシミュレーションに集中できないといった課題があります。まあ、また、そもそもですけれども、このデータ環境を作るっていうところでのコスト、また時間っていうところが、皆さんの課題になっていると思います。で、これらを簡単に手に入れられるっていうところで、本日ご紹介させていただきます、ゼンリーの 3D 地図データというのをご紹介させていただきます。自動車開発で使える様々な地図データというところで、本日ご紹介させていただくのは、主に4つになります。3D 都市モデルデータ。で、その 3D 都市モデルデータをさらに高精度にしたハイブリッドのデータ。それからですね、自動車開発のところでいろいろ使えるような、2次元のシェイプ地図データといったものをちょっと本日はご紹介させていただきます。で、各種、それぞれ、用途がございますので、大きく分けて3つに分けてご紹介させていただきます。まずは、3D 都市モデルデータ、および、3D 誘導ネットワークデータのご紹介になります。こちらですね、皆さんの用途で言うと、ドライビングシミュレーターの道路環境を、まあ、簡単に構築したいっていうときに、おすすめのデータになっております。弊社、本日はですね、ご紹介させていただくのは、こちら左の 3D 都市モデルデータをご紹介させていただくんですけれども、本来我々、3つのデータの、3D のデータを保有しておりますが、本日自動車走行シミュレーションにおすすめなのは 3D 都市モデルデータになりますので、こちらをご紹介させていただきます。で、早速なんですけど、3D 都市モデルデータなんですけれども、データ形式としては、FBX 形式。そして 3DS 形式で提供しております。で、まあ、こちら主な特徴点としてはですね、まあ、これ元々のデータがカーナビ用のデータということもございまして、路面ペイントのところであったりだとか、まあ、複雑なジャンクションといった、まあ、こういったものも表現しているようなデータになっております。これらのデータですね、どのように作られているかっていうところなんですけれども、簡単に言いますと、まあ、下から地形のデータ、その地形のデータの上に道路の上に建物っていう、こういった構造で作っております。で、まず地形データのところなんですけれども、こちらは国土地理院さんの数値標高データを使っておりまして、3D 都市モデルデータに関しては、標高50メートルメッシュというものを利用しております。で、次に、建物および道路のところになるんですけれども、データとしては、リアルモデルというものでまず作っております。こちら何かと言いますと、
主要な交差点をメインにですね、計測車両、ここでいう計測車両というのは撮影した画像なんですけれども、を撮影してきて、テクスチャーなどで作り込んだ 3D モデルとなっております。ちょっと主要交差点以外のところに関してはですね、簡易的なということで、ライトモデルというところでデータを作っております。こちらは我々の元々の前輪が保有しております2次元の地図情報及び回数情報ですね、をもとに 3D モデル化しております。で各商業施設であったり、オフィスであったりというところで、疑似的なテクスチャーを貼り付けて、3D モデル化しております。こちらのデータですね、整備エリアなんですけれども、全国すべてではなくてですね、政令指定都市をメインに、整備しております。政令指定都市21都市。で東京に関してはですね、東京23区に関しては全域、で大阪市も全域、整備しております。実際のデータのイメージになります。弊社の 3D データの特徴点なんですけれども、今ご覧いただいている新宿周辺のところなんですが、我々のデータはアイレベル、いわゆる歩行者目線であったり、自動車の目線であったりっていう、いわゆる路面のところのデータっていうのをしっかり作り込んでおりますので、ドライブシミュレーターには最適な、データとなっております。先ほどご紹介もしましたけれども、こちらのデータ、カーナビのデータが元ということがございまして、こういった複雑なジャンクションであったりとか、ETC のレーンとか、方面看板とか、撮影しているところに関してはこのような表現をしておりますので、あまりよりリアルな、シミュレーションというのができるようになっております。続いて、誘導ネットワークのご紹介になるんですけれども、こちらは先ほどご紹介した3D都市モデルデータと合わせて使うものになっておりまして、よく皆さんご存知だと思うんですけれども、シミュレーションする際に、自社とか他社の自分の車ですね、および他の動いている車を動かすためのネットワークの部分を 3D 都市モデルデータと合わせた状態のものを提供しております。なので、他の車を走らせるといったところの座標点の作り込みとかっていうところのベースとして使えるようになっております。今言ったデータですね、各、こちら今出ているところの各ソフトウェアに使えるようになっております。ちょっと右上に加工機というか赤字で書いておりますが、ちょっとそのまま FBX が読めないものもあるんですけれども、別途変換とかしてですね、取り込んだ実績はございますので、もしお持ちのこちらのソフトがございましたら、ぜひお試しいただければと。ここでですね、1点ちょっと補足といいますか、皆さんちょっと勘違いしやすい点とございまして、紹介するんですけれども、弊社から出している 3D のデータで、高精度 3D 地図データ、いわゆる HD マップというデータがございます。それが今ご紹介した 3D 都市モデルデータと何が違うのかっていうのをこちらでまとめております。簡単に言いますと、我々が今回ご紹介している 3D 都市モデルデータは、あくまで人が見るというか見栄えのデータになっておりますので、天群で取ってきるような精度というのはございません。で一方、HD マップの方ですね、こちらは自動運転で実際に使われているようなデータになりますので、精度も高いですし、もともとの取得方法も天群で取ってきているというようなデータになっております。で続きまして、ハイブリッド 3D モデルですね。弊社の 3D 都市モデルデータは簡易的に作れるっていうところがまずいいポイントなんですけれども、ただとはいっても、さらにですね、リアルさを重視したい。ここに今画面に出ているような路面ペイントのかすれ具合であったりだとか、そういったところをやりたい場合はですね、弊社のデータをもとに、さらにハイブリッドにこういう高精度のデータっていうことも作ることができますので、ぜひお試しいただければと思います。こちらに関してはですね、弊社のホームページのところで、株式会社リケさん含めて、プロジェクトストーリーというところでウェブページに掲載しておりますので、ぜひお時間とご覧いただければと思います。最後、3点目ですね。こちら、シェイプ地図データというところになります。今までご紹介したのは 3D のデータになるんですけれども、もう少し道路環境の構築のところで細かいデータをベースに使いたいよって言ったときに、我々の2次元の地図データですね。というところで使う場合は、こちらのシェイプのデータが使えます。
こちらはですね、まあ、いわゆるナビに使えるようなところのデータになっておりますので、各種道路情報、でまた各種ネットワークの情報といったものが使われております。また、各市街図のデータに関してはですね、ビルの形状、家の形状とか、あと階数情報といった属性値を持ってますので、まあ、お持ちのソフトウェアによって、疑似的な 3D データというのも簡易的に作ることができます。ここからなんですけれども、前輪 3D データオンライン提供サービスということで、まあ、最初にご紹介した 3D 地図データですね、を、ダウンロードできるようなサービスについてご紹介いたします。こちらの特徴としていくつかあるんですけれども、こちらクラウドのサービスになっておりますので、24時間365日、いつでも簡単にダウンロードができるようなものになっています。で、ちょっとこちらのソフト、先ほどご紹介したようなドライブシミュレーターのソフトには書いてはないものがあるんですけれども、FBX および3DS のデータを各ソフトウェアには取り込めるようになっておりますので、まあ、さまざまな、リセットというか、パラメータでご利用いただくことが可能になっています。で、あと、細かい機能なんですけれども、航空写真の貼り付けで見栄えを上げたりとかですね、事前にいらないオブジェクト、建物とか、構造物とかっていうのを、削除した状態で、ダウンロードしたり。あとはマテリアル編集機能といった、こういったのも、オンラインのクラウドサービス上でできるようになっております。まあ、今簡単にまとめますとですね、我々の様々なお客様にご利用いただいているんですけれども、まあ、各種ソフトで使っていただいているフォーマットで提供できること。24時間365日、いつでも使えること。で、今回ちょっと端折ってますけれども、データに関しては毎年更新しておりますので、鮮度あるデータが使えます。最後、毎年こちらも撮影してきている専用車で作っている、リアルのモデルっていうのがご利用いただくことができます。最後、料金プランですね。このような、料金プランで展開しておりまして、S から D までですね。で、簡単に言うと、いわゆるサブスクリプション型の、価格体系になっておりまして、まあ、例えば S プランであれば550万円で、今回ご紹介した 3D のデータが完全使い放題になっておりますので、まあ、皆さんぜひ一度ご検討いただければと思います。おかげさまでですね、我々のデータ、今回まあドライブシミュレーションの話をしておりますけれども、まあ、ゼネコンさんはじめ各種業界で使っていただいておりますので、まだお使いいただいてないお客様、ぜひ一度サンプルデータもございますので、ご利用いただければと思います。そちらのサンプルデータなんですけれども、弊社のホームページからですね、簡単にダウンロードすることができますので、ぜひ前輪 3D と検索いただければ、弊社ホームページトップページでできますので、そちらからダウンロードいただければと思います。それでは、セミナーの部分を、紹介を終わりにしたいと思います。皆さん、ご清聴の方どうもありがとうございました。